放送席、放送席、放送席、そしてオリックスファンの皆さん、お待たせしました。今シーズン2勝目、プロ2勝目を挙げました山田投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。7月27日の対ロッテ戦以来の勝利ということになります。いかがですか。まあ本当長かったですけど、勝ててよかったです。今日は特にストレート系が伸びていたように感じたんですが、ご自身ではいかがでしたでしょうか。まあ一人一人しっかり集中して投げることができたんで良かったです。今日振り返ってみて、ご自身で良かった点どのあたりに考えていらっしゃいますか。まあしっかりバッターと勝負できたんで良かったです。今日は被安打4、そして奪三振6、無失点という内容でした。この成績はいかがですか。まああんまり結果を気にせずにしっかり投げれたので良かったです。それから今シーズンは6月中旬からコンスタントにローテーションの一角として、これまで首脳陣の期待に応えるピッチングを今日はできたんじゃありませんか。そうですね、本当に使っていただいて、しっかり今日結果出せたんで良かったです。さあ今日もたくさんのオリックスファンが詰めかけてくださいました。今シーズンまだ残り試合も残っています。ファンの皆さんに一言お願いできますでしょうか。残り試合、しっかり勝てるように頑張りますので応援よろしくお願いします。プロ2勝目を挙げました山田投手、盛大な拍手を送ってください。放送席にマイクをお返しいたします。山田今シーズン